はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、え神、ー、谷総平さんがですね、ん神谷総平さんがですねす、鈴木エイトさんがですね、えー、TBS のあのサンジャポでですね、あの、統一協会と賛成とはですね、なんかつ繋がりがあるような感じの報告が来てるっていうですね、 えー、お話をされたことにですね、結構ご立腹のご様子でしてっていうお話なんですけど、えー、そうですね。賛成党と統一協会ですね。えー、昔からですね、昔ってそう、何ヶ月も前からですね、そういうような感じのお話はですね、あるんですね。あの、賛成党がですね、なんだろうな。あ、まあ、さ さ、先に言っておくとですね。あのー、え誰さんでしたっけこの人。えー、あ、新海祐二さんだ。福岡の新海祐二さんがですね。なんか統一協会とズブズブだよっていうバビラをですね。ビラをこの女性にですね、配られ、配られちゃって、っていうニュースの、ニュースからの発展なんですけど、あの、これ、これがですね、 あの、あの、偉大なる、あの、文鮮明さん、えっ、ー、と、菅鶴子さん、えー、のためにですね、私は、菅日トンネルのですね、あの、ゼガヒでも作りますんで、って言ってた新海さんなんですけど、で、まあ、そうですね、そんな感じの人がですね、一応参政党には、僕ね、 あの、この人賛成党抜けだと思ってたんですけど、で、えっ、ー、と、政理生命もですね、もう終わりじゃないかとか、ちょっと、きつめのことを言っちゃったんですけど、まだ賛成党にいるみたいで。なんかですね、えっ、ー、と、神谷さんがですね、予想してしいような感じの話し方で、話してたんでね、あのー、もう抜けたのかな、みたいな感じで思ってたんですけど、もう一回見たらですね、まだいるみたいで、 で、えっ、ー、と、この方がですね、あのー、賛政党の九州の取りまとめで、えっ、ー、と、福岡のトップだそうで、なんでね、えー、で、この人はまあ、一応、日韓トンネル反対だよとかですね、言ってるんですけど、あの、あ、長くなっちゃうな。まあ、ぼ、僕からするとですね、あの、日本人向けには、 あの、日韓トンネル反対でよって言ってですね。あの、韓国人にはですね。あの、日本のお金で、韓日トンネルは絶対、あの、作るんでって言ってるような、なんですかね。え二枚字だというか、そんな感じの印象を持ってるんですけどね。これがそのビラですけどね。ビラを配った人と、えっ、ー、とですね。ででして、まあ、うん、あ、で、鈴木エイトさんがですね。まあ、テレビでですね、 鈴木エイトさんですね。えー、鈴木エイトさんがですね、テレビで、あのー、参政徒と統一協会がつながりがあるみたいな感じのですね、えー、報告が来てるっていう発言をしちゃうんですね。でですね、多分ですよ。多分、あの、神谷さんとしては多分ネットの方はですね、規制するのは難しいんですけど、 いや、テレビ、テレビなんか、あれ、あの、おじいちゃんおばあちゃんたくさん見てるんだからやめてよみたいな感じのとこなんでしょうけど、えー、でその辺にご立腹でして、えー、みんなで TBS にですね、抗議の電話をしましょうとかですね、言っちゃっててですね、えぇ、ー、わて口からするとなんかこう、営業妨害みたいな、 感じのことにもつながるような感じがするんでね。ちょっと問題が、あるんじゃないかなと思うんですけどね。で、まあみんなで、みんなで TBS に抗議の電話は、電話をしましょうって TBS の電話番号をぐらい貼ってくれればいいんですけどね。で、ネットで言っちゃうんで、どうなんだろうな。おじいちゃんおばあちゃんはネットやんないですからね。 で、えぇ、ー、もともとですね、参政党と統一協会はですね、えー、結構つながりがあるんじゃないかっていう噂でして、えー、で、そうだな、先天的にですね、あの統一協会とズブズブなのか、あ、でも高市さない大好きな党ですよ。で、安倍晋三大好きな党なんで、 もともと統一教会だって思われててもおかしくないな気がするんですけどね。で、え神、ー、谷さんもあの、なんか、なんかね、ちょ、ちょっと次元が違うんですね。あ、で、まあ、そうだなこれがまあ、よ、よく見るあれですね。日本会議も、 日本会議も統一協会もオープンな組織なので、全然怪しくないよっていうおなじみのですね、よく見る画像なんですけど。うーん、で、うん元々ある程度つながりがあるんじゃないかって言,言ってる人がですね、ネットには割といるんですけど。で、まあ、そうですね。あとですね、まあ、 賛成党がですね、あの、街頭演説するとですね、めちゃくちゃ人が集まるっていう噂でして、あの、私もですね、なんか、うん、なんか神谷総平が来てですね、演説してたら、ちょっと見てみたいかな、みたいな感じの気持ちは、ちょこっとだけあるんですけど、まあ、田舎なんで来ないですけど、なんかね、やけに、やけに集まるっていう噂でして、まあ、た、例えば、これだとちょっとですね、 これでも多いですけど、こんなもんじゃなくてですね。あれこう、こんな感じとかですね。あれこう、こんな感じでですね。なんか人が集まる。なんかもっとすごいのもあったぞ。なんかですね。とにかく集まるんですね。集まるらしくて。で、これがですね、なんか宗教的なですね。あのー、 ネットで書いてあった話をしますよ。宗教的な感じでですね、あの人員のこう、動員をしてですね、演説を聞きに来させてるんじゃないかっていうですね、噂もありまして。で、まあ、とにかくですね、まあ、今回ですね、えぇ、ー、参政党と統一協会がつながりがあるんじゃないかっていうのは割とネットではよく聞く話なんですけど、 えー、なんか危機感を持っててですね、えー、話してて、まあ、神谷さんもですね、あの、そういう噂はですね、あの、選挙前に払拭しておきたいとか、そういう姿勢はあるので、ちょっとわかんないですけど、その、えー、鈴木エイトさんがですね、えっ、ー、と、テレビでですね、あの、統一協会と賛成党が繋がり、賛成党なんて言ってもですね、普通の人わかんないですよ。あのー、えー、自民、 立憲民主えー、共産、公明、えー、社民党んぐらいまではわかりますけど、普通の人はわかんないですよ、参政党なんて言っても。で、まあ、参政党と統一協会はつながりがあるってね、あの、さらっと一言言,言,っ,た言ったのがですね。はい、なんかですね。珍しくご立腹ですね。でまあ、にっこりマークの、 神谷さんなんですけどね。えー、わかんないですね。本当にわかんない。あのー、なんか議員になるとですね、なんか宗教系とはやっぱりつながりがですね、どうしてもできちゃうとか言うんですけど、で、その辺をですね、払拭したいって言ってるんですけど、なんかもともとはその安倍晋三と高市さ苗を応援するですね、うんなんかファンクラブみたいな存在で、 うちの党はいいからみたいな党でして、賛成党ってその自民党以外で作っててですよ。うちの党は安倍晋三と高市さないを応援する党だからって言ってるような党でして、であの二人はですね、結構統一協会とはですね、こう、つながりが太そうで、極太のパイプでですね、つながってそうな、はい、話もありまして。で、わかんないですけどね。 はい。まあ、で、まあ、TBS にですね、みんなで、あの、抗議の電話をするっていうのはですね、あの、嫌がらせにつながっちゃうんでね、それはやめた方がいいかな、っていうことで、ええー、私は思いますよ、ということで。はい。まあ、大した話じゃないんですけどね。大した話じゃないんですけど、その、今ですね、<laughs> 統一協会のイメージがめちゃくちゃ悪いんで、 あの、賛成党と統一協会のつながりがあるっていうような、あの、疑問、なんですかね。そういうのイメージがですね、1ミリでも持たれたらね、困るよっていうので多分、ちょっと過剰に反応してるんでしょうね。ってことで、はい。で、まあ、そうですね。誰でしたっけ。新海さんがですね、あの、イメージ悪いですよ。二枚舌ですし。 はい。まあ、今回、まあ、大したお話じゃないんですけどね。はい。そんなお話があるよってことで。えー、珍しくですね。神谷さんがですね。まあ、そんな怒ってないのかもしれないですけど、多少ご立腹のような気がしましてってことで、はい。今回は以上です。